はい、お久しぶりです。沖田ひろむです。沖田ひろむのラムラムラジオ第193回。久しぶりですね。はい、今日いちごちゃんが来てます。どうも、こんにちは。最後まで聞いてくれないと。おしゃぎゅー。カールした。いちごちゃん、元気だね、いちごちゃん。久しぶりです、どうも。お久しぶりです。いちごちゃんは、あれだよね、去年のアドリブ怪談合戦で一緒したから1年ぶりくらいか。そうね、お久しぶりです。もうなんか、ご無沙汰で体うずうずしてるわん、キュンキュン、ドンキュン。テンション高いな。そうだ、あれ、ほんと、アドリブ怪談で、もうほんと、その場で、アドリブで、怪談話を作ってもらって、一発本番でやったんだよね。そうなのよ、あれもう一発撮りだからもう失敗できなかったから、もう手に汗握る瞬間だった。あれみんなさ緊張したわ、あれ本当に。あんた結構無茶ぶりすんのね。もう無茶ぶり、もう結構ド S 気質があるかもしれないね、もしかしたらね。でも本当はあの時ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いちごちゃんと最近お仕事のお店の方はどうですか。あ、うちのゲイバープリンちゃん。そうそう、プリンちゃんはどうなの最近。最近も休業中よ、私のとこはもう緊急事態宣言とかいろいろ兼ね合いでさ。やっぱ大変だよね、飲食業の人はね。もう本当に。最近彼氏はどうしたの。なんだっけ、新宿2丁目のあれパーラメントのゴロちゃんは。あ、ゴロちゃんなんかね、女の子が好きになっちゃったみたいで逃げられちゃったのよ。そういうことってあるの。だってゴロちゃんって男の子人が好きでずっと来たわけでしょ。そうなのよ。でそれ何、女の子が急に出会って良さを知っちゃったわけだ。あ、そうなのよ。そういうことってあんの。あるのよ。あんた相当うまかったんじゃないの、いろいろあれこれ。まあ、それ以上いちごちゃん触れないでね。これいろんな人聞いてるから、ちょっとあんま下ネタになっちゃったね、あれだからね。わかりました。でいちごちゃん何、休業中何、どういう風にして過ごしてんの。私はもっぱらテレビばっか見てるけどね。あとテレビといえばさ、そういえばさ、なんか最近モノマネタレントのリンゴちゃんで出てきてるじゃない。なんか武田鉄矢さんの真似とかしてる人ね。あの人うまいよね。そうなんだけど、あれもろ私のこと意識してるじゃない。私いちごちゃんでしょ、あっちリンゴちゃんでパクってんじゃない。いやいや違う、絶対違う、絶対それ違う。あの人はもうずっと昔から、20年くらい、10年か20年か昔からやってる人だからね。いちごちゃんがやる前からいる人だよ。そんなことないわよ、私の方絶対うまいわよ。え、じゃあいちごちゃんはそのモノマネとかいろいろできるわけ。当たり前じゃない、あんた私と何年の付き合いだと思ってんのよ、本当に。そんなことも知らないの。あ、ごめんごめんごめん。いや、なんか店とかまだ行ったことなくてね。なんかまあ店ではショーのダンスとかいろいろやってるみたいだけども、そこにモノマネとかも入れてるわけ。そう、ショーダンスとあとモノマネとストリップとの 3部構成でやってます。ただストリップっているそれ。いや、まあ、私いい体してんだよ、こう見えて。もう見ない。ストリップってある、普通それオカマバーで。まあ知らんけど。じゃあさ、ちなみにモノマネそれできるんだったら、ちょっと俺言うからやってみて。ちなみにレパートリーとかどのくらいあんの。いや、レパートリーっていうか言われれば何でもできるのよ。わ、すごいね、器用だね。じゃあちょっと、じゃあね、なるべくね、みんなが知ってる人でやりやすいモノマネを何個か振るから、ちょっとやってみて。受け入れして。じゃあ、そうね、じゃあ出川哲朗さん、どうぞ。どうも、出川哲朗です。じゃあリンゴちゃんもやってる武田鉄矢さん。どうも、武田鉄矢です。まだ突っ込まんの。じゃあもう一個、じゃあ次は絶対似てると思う。よし、じゃあそうだ、誰だっけ、郷ひろみさん。ヒロミです。もう全部一緒じゃないか、バカ野郎お前。なんで全部一緒なんだよ、それ。もう早く突っ込んでと思って、もうまたも開いちゃったわ、バカ野郎。懇願するな、求めるな気持ち悪いな、本当に。それ全然ダメじゃない、いちごちゃん、それ。もっと特訓しないと。ガリメして。もうでもね、なんかね、やっぱプロにはかなわないわ、やっぱり私も困っちゃう、もう。まあね、やっぱそういう
世界で生きている人はやっぱり違うわけよ。そのもともと持って生まれたものもあるしさ、その努力とかも違うからしょうがないよ。いちごちゃん、いちごちゃんはそのままで魅力的だから大丈夫よ。本当にもう一回言って。いちごちゃんはそのままで魅力的だから大丈夫だって。もっともっと言って。あのいちごちゃんはそのままで魅力的だから大丈夫だよ。わー、カモンカモン。股を開くだけまでだよ。落ち着いてよ。じゃあね、ちょっとまあ今日せっかくいちごちゃんとねこうしゃ あったからいろいろお便りも来てるので、いちごちゃんにねちょっと2人でねいろいろね悩み相談とかもやってみようかと思うんだけどもね、ちょっとやってみよう。受け入れましてじゃあね、最近ねこのねなんつうのかな、コロナ禍で結構ね炎上騒動が多いんですけど、多いわね。大悟さんとかね、そのまさに大悟さんの優生思想について話してくださいって言ってるわけよ。優生思想ね、なんか難しいこと、私嫌いだわよ、もうそういうの。つまり命の優劣をつけてはいけませんよという話なんだけども、まあ確かにそうなんだね。あ、そうね、なんか私みたいね、ウケメとかゲイとかも差別されて、なんか世の中からいらないとかってそういう風に目で見られることもあるから、なんか一言ではないわね。だからね、そういうのね、結局ね、なんか命の優劣っていうのは僕は存在しないと思うわけよ。え、どういうこと？だからその優劣とか命の選別とかね、例えば台風の時にホームレスの人は避難所お断りですっていう事件もあったけども、あ、そんなことあったっけ。あったんだよ。で、その命の優劣とか選別とかっていうことはもともと存在しなくて、なぜかっていうと、それはみんな僕たちには人権っていうのはあるじゃないですか。あるあるわね。で、そのなんていうの、人権とかっていうのは担保されてるわけだから、もうむしろあるのは、選択の自由とか区別の問題であって、その命の差とか優劣とかっていうのは関係ないと思うんだよね。あ、つまり自分で選ぶ自由もあるし、例えばお肉食べない人もいれば食べる人もいるし、魚食べない人もいれば食べる人もいるみたいな、そういう自由もあるし、その区別っていうのはいろんな生き方があっていいよねっていう区別よね。そういうことよ。だから選ぶ自由もあるし、どういう生き方が、こういう生き方もあるよ、こういう生き方もあるよ、多様性の問題だよねっていうことで、だからそもそも命のランク付けなんていうのは存在しないんだよねっていう話なんだよね。あんた結構いいこと言うじゃないの。コロナ禍でなんか覚醒したの、あんた。いや、ちょっとね、最近自分の沖田博夢教なんて作っちゃおうかなと思ってね、一口一人5万円くらい取ってさ、で10万人くらい集めて何千万とかなってさ、いいわね。私も作りたいわ、いちご教なんてさ、なんかオカマばっかり、あ、オカマばっかり集めちゃダメ、イケメンとかマッチョとかそういうのいっぱい集めて。むさ苦しそうだね。ちなみにいちごちゃんっていうのは何、どんな男性がタイプなの？もちろん私はイケメンはもちろんなんだけど、筋肉質で、まあ、もちろんマッチョで、でごついタイプが好きね。ごついタイプ、例えばどういう感じの、芸能人で言えば、ケンドー小林さんとか、あと五郎丸さんとか。あ、定番中の定番だね。あと三沢光晴さんとか。三沢さん、じゃあ強い、こう力強いタイプが好きってことか。ああいうジャニーズ系とかそういうのはダメなの？ちょっとね、まあ可愛いなと思うんだけど、ちょっと物足りないかな。私こう守ってあげたいタイプだから。てかいちごちゃんもともと自衛隊出身なんでしょ。あなたの方が強いんじゃないの、そういう逆に。まあ、そうなんだけど、女は守られたい時もあるのよ。まあ女か男か分からんけどもさ。そっかそっか、いろんなことが、いろんな人がいるんだな。まあ、ひろみちゃんはどんな女の子タイプなの？俺はね、なんかね、自分と同じくらいの年の人はちょっとあんま好きじゃない。なんで？なんか価値観が合いすぎて面白くないじゃん。なんか違うジェネレーションギャップとかさ、違う、全然自分と違う立ち位置の人の方が話がさ、得るものが多いかななんて思うわけよ。そしたらものすごく年上か、ものすごく年下とか。年上はありだけど、あんま年下すぎてもね、法に触れちゃう、条例に触れるのも困るからさ、まあ、下は、いや、まあ、20歳、25くらいで、上は、そうね、上結構、40、4、ん？わからん。でもですね、最近の、なんか、
上の世代さ、40代、50代、50代ってさ、そう綺麗な人多いからね。そうね、なんかあの、本当あの昔、私の若い頃の40代、50代がもうすごいババアだったけど、言葉悪いけど、今なんかすごい、女の子じゃない40、50代って言っても。そうなんだよね、不思議だ。あれ、何なんだね、食い物が全然違うってわけでもないし、なんかその美容、化粧品とかそういうのが良くなってきたのかな。いや多分あの食べ物とかその情報入ってくる情報が違うと思うのよ。だから例えばあの女優さんが今まで使ってたあの化粧品とかあの、ジムに通ったりとかあの器具あの美容器具とかあ運動法とかそういう情報が容易ああの簡単に手に入るようになったから、それあの私たち素人が真似しやすくなったってことじゃない？あ、そうかそうか。昔は結構ね、なんか女優さんそれあのなんか秘訣はあるんですか、あの美しさの秘訣はあるんですかって言うんだけど、結構隠してきたよね、なんか女優さんって。そうなんだよ、なんかケチくさくてさ、なんかやんなっちゃうよ本当に。私なんかいくらでも教えちゃうわ、もうあの隅々まで。もうあら、わ、なん今なんか言ったな、まあ、冗談よ、まあこっそり後で教えてあげるけど。いい、だからまた股を開くなってのだからもうそういう。いちごちゃんと話すとどうする、下ネタの方に行っちゃうわ、ね、すいません、もうお口チェックチェック、もうもう塞いでくれる、ね、やめ、もう、ね、寝だるな、懇願するな、もう気持ち悪いな本当に。というわけでなんかね、こんな感じでアドリブで喋ってるとネタがなくなるんですけども、これからねもっともっといろいろ喋ってね、ラムラムラジオをね、なるべくなんかやっていきたいなと思うんだけども、これからなんかいちごちゃんはなんかあのまあいろいろね、アドリブ怪談合戦とか、絶対に売れない、ベスト10とかって今までいろいろあったじゃん、モノマネとかさ、いろいろやったわね。なんかこれからさいろいろやっていきたいわね。そうなんだけど、どんなことをこれから やっていきたいとか、なんか企画があったらちょっと教えてよ、いろいろ。そうね、なんかそうね、イケメンコンテストとかもいいわね。イケメンコンテストはいいんだけど、これラジオじゃ顔出れないんで、だからこうトークでなんかあの声だけでできるようなことなんかある？そうね、なんかあれ面白かったじゃない、私たち審査員したあの架空の人いる存在しない人のモノマネをするとかさ、あれ面白かったよね。あれね、存在しない人をいかにいるように、モノマネするかってやつね。あれもう一回またやってみようか。いいね。ただね、まあ、そうだね、まあそういうなんかね、視聴者の方も何かそういうこんな企画面白そうだからやってみてよっていうのを、あれば、コメント欄に寄せてください。なおね、あとまあ宣伝なんだけど、私、沖田博夢、去年2020年6月1日に沖田ブラザーズバンドを結成しまして、ファーストアルバム、ロケンロールを、全国です。日本だけじゃないです。日本だけじゃないの、あれ。そうだよ。あれ、全国だからね。世界ってこと？そうだよ。世界で配信してるのよ。配信ストアでリリースして。ということは、ブラジルとかアフリカとかああいうとこも？ブラジルとかさ、そう、カリブ地域とか、そういうわけわかんないとこで再生されてるよ、たまに。すごいわ。なんか全世界デビューってことね。ていうか、そんなにもう再生されてないけど、一応全国で聞けますよということで、各配信ストア、全配信ストアでリリースされてます。LINE ミュージックとか、Apple とかね、iTunes とかいろいろね、そうあるじゃないですか、配信ストア。あるわね。それで、まあ、YouTube ミュージックとかでも配信されてるので、よかったら僕、ほんとコロナでお金がないんだよ。だからみんなで再生してさ、1再生 0.7 しかなんないけども、みんなで1億再生とかしてくれれば、僕に5000万か、そのくらいくらい入るから、ぜひともみんなで応援してほしいんだよな、もう。わかった、私もね、今日収録終わったらいっぱい再生するわ。その代わり、体で返してね。やめて、気持ち悪い。あとね、あとね、僕も、緊急事態宣言とかで、ね、もう弾き語りの仕事全然なくなっちゃったから、ぜひね、こっそりでいいから、
弾き語りの余興の仕事、僕あのフォークソングとかニューミュージックとかそういう古い曲を得意としてるんだけども、皆さんのおひねりでずっと生活 してきた実績があるので、よかったら、我こそはという方は県外の方は特にね、チャリンコで行きますんで、ぜひ、ちょっとね、ギャラは1万円からでぜひお願いしたいですね。日当が1万円くらいなんで、ぜひとも皆さんのオファーをお待ちしてます。いちごちゃんからもお願いします。まあ、ということで、ちょっとね、今日短くなっちゃったんだけども、久々の収録ということで、いちごちゃんとお送りしました。またね、また何度か、何回かね、アップしようかと思いますんで、皆さん懲りずに沖田ヒロムといちごちゃんを応援してください。では、また、またね、バイバイ、みんな愛しろ。では、最後に、何しようかな。最近雨が多かったので、なんか曲最後、流してから終わろうか。そうね、なんかひろみちゃんの曲たまに私も聴きたいわ。じゃあね、いちごちゃんにあげた曲あったじゃん、あれ最後に流そうか。いちご涙色だっけ。あの曲いい曲だったよね。じゃああれちょっと最後に流してお別れしましょう。じゃあ最後にいちご涙色を聴いてお別れしましょう。では皆さん、夏バテ気をつけて楽しい夏を過ごしください。ではみんな愛しろ、バイ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 。まぐれと信じて電話を切る。あれからどうも冷たい。こんな雨じゃどうすりゃいい。強気でもっと何もない。素振りでずっといられるならこんなにも返事が恋しくない。待ぼうけ傘もない。二人で歩いた浜辺へ、あなたにばったり会えるような、そんな期待も虚しい。シャラ恋の終わりみたい。シャラ止まない雨みたい。もう一度そっと夢でも抱いてほしい。シャラ恋の終わりみたい。シャラ止まない雨みたい。もう一度そっと夢で